ハインリヒ・ペーター・ゼン・アンゲルンは、ドイツの画家である。シュレスビヒ・ホルシュタイン州のベステル・ホルツの宿や、農民の息子に生まれた。生に、故郷のアンゲルン半島の名をつけて名乗るようになったのは、1883年になって仲間となった画家の中に、同盟の画家がいたためである。不屈戦争に従軍した後、1873年から、ベルリンの美術学校で学び、 1879年から1883年の間はデュッセルドルフ美術アカデミーでオイゲン・デュッカーに学んだ。1882年からは故郷に近い南デンマークのイー・ヤンソン教区に作られたカンセラーコロニー・カンスンの夏のワークショップにも参加した。風景画家として人気があった。ありがとうございます。